であのクローズドガードされた状態から、肘で割ってまた入れますってやつになります。まず相手の横の背中押しといてしっかりつけて、で片方腰に押しついて下げる。それで足りなければ両方腰に押しながらグッと下げて、ここが割れたら肘で足を押さえて挟んで、で外側の足上にかけて押さえ込む。押さえ込んで真ん中の膝を外に出して、してます。